皆さんこんにちは、みきです。今回はですね、初夏の自然公園や街中の公園で野鳥を探してきました。今回はとっても可愛い小鳥たちの鳴き声やユニークなお食事シーンも撮れました。それではご覧ください。どうぞ。
はい、というわけで本日の単調いかがだったでしょうか。今回はまず大好きなキビタキに出会うことができましたね。夏鳥は山や森で見られる種も多いんですが、キビタキは身近な自然公園や住宅街、神社裏の林なんかでも声が聞こえてきますね。また今回カワラヒワが綿毛をいっぱいつけながら種を食べていたり、スズメとイソヒヨドリの芋虫争いなど、なかなか面白いシーンを撮ることができましたね。やっぱり今の時期はヒナにも餌を与えるために親も頑張っているのかもしれないですね。また他にも幼鳥が見られたり、親が子に餌を与える様子なども見られると思うので、優しく見守っていけたらなと思っています。はい、というわけで本日もご視聴ありがとうございました。